違ったら、この立ち位置を左肩甲骨だったら少し真ん中よりこっち側に立って、でこの時に指は右指が下です。右指が下でちょっと見てもらいたいんですけど、なんで右指が下か、肩甲骨がこういう角度になっているので、これ右指下にすると肩甲骨に対して角度がこういう角度になります、ね、右指下にすると、これ左指下にすると向きが全然変わっちゃうんですよ。これこういう風にしなくちゃいけないわけよ。そうすると手首がすごい使いにくいじゃない。なのでこっちは右指下が伸びますし、こういうふうに出ていった方がスムーズなんですね。こういう感じ、で逆に今度はこっち側は左指を下に、で立ち位置が今度少し頭がお客さんだったらこの辺に立って左指下にしてこうやって